何が起きたんだ。かすかに火薬の匂い、ガスの匂いもしねえか。なんだよ、たまには平和な口でのんびりさせてくれよ。俺怖えんだよ、怖えんだよ。なんだ、仲いいのか。任せろ。空中で浮いた。なんだ。待て、やめるのだ、キャロット。また間近でだ。ティアラは良いのだ。それより今、クジラの森に侵入者が。うわ、喋る動物。ミンク族だ。あれ、あの服、ナミの。突如襲ってきたゾウの住人ミンク族、不思議な力でゾウたちを圧倒する。果たしてサンジたちは無事なのか。そしてナミの行方は。ルフィたち一行、ついにゾウに上陸。波乱に満ちたゾウの背の国の大冒険が今始まる。